待ちたまえよマスター。私に何か用があるのでは？我々はサーヴァントとマスターの仲、そう照れずとも良いじゃないか。感謝するともマスター。同性からの贈り物というのもたまには悪くない。爽やかにありがとうと言って風のように立ち去るとでも思ったかい？今日という日がどういったものなのか、すでに親指をたしなんだ私は知っていると思う。神技流麗、水も滴るこの私としては今日という日は見逃せないのだよ。バレンタインデー、一方的に贈ることもあれど、親しき者が贈り合う日でもあるそうじゃないか。あれこれと由来はあるようだが、うん、洒落た催しだ。大いに気に入った、大いに気に入ったので、私も贈り物を用意してある。それがこれだ。そう、さもありなん、鮭だ。もう一度言ってしまおうかな。サーモンありなん。止める者は誰もいないとも。見たまえ、この水しぶき、この躍動感。そう身構えなくともよいよ。これはほら、鮭だ。まあ、ただの鮭だからね。問題ないとも。油を舐めても何も起こらないさ。しかし、頭は良くなるかもしれない。イエス、DHA、ドコサヘキサエン酸、N3K の多不飽和脂肪酸だ。脳機能や視覚機能などの維持、改善といった効果が期待できる。わかるね。では、さらば。さらばだ、マスター。私はさらなる酒を届けなくてはならなくてね。この私を一目見てしまったカルデア女性職員たちへ、恋焦がれてしまったであろう彼女たちへ、せめてもの罪滅ぼしとして、一匹ずつ届けなくては。いやー、できる美容というのはこれはこれで辛いものさ。